嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。中知り合いの中国人に人が在留期間過ぎて日本にいるのですが、日本が出国許可を出されていて、まあ、そんなことあります？まあ、何らかの犯罪をしている場合とか、裁判をしている場合だと、出国許可が出ない場合もあるんじゃなかったでしたっけ？まあ、ただ、単に出たくないっていうだけかもしれないですけど、で、日本、今、確か4000人ぐらい、まあ、難民申請とかして、日本にいたいですっていうのが却下されてる人があるんですよね。で、僕は、強制送還した方がいい派閥なんですけど、で、なぜかこう、滞在許可が出せません。でも、あなたは日本にいていいですっていう謎の状態になっていて、で、それで子供たちが、じゃあ、移動制限がかけられるんですよ。要するに、例えば、じゃあ、東京で難民申請をしました。ということは、その家族は、出てくための準備をしています。なので、日本に滞在することはできないので、これから母国に帰るための準備をしています。で、その準備っていうのが、まあ、2年とか3年とかかかるっていうよくわかんない状態なんですけど、で、その準備中なので、東京に通ってる、難民申請をした家族の子供は、修学旅行に行けないんですよ。要は、例えば、じゃあ、足立区で難民申請をしました。で、足立区の、じゃあ、小学校に子供が通いました。で、小学校年生の時に、じゃあ、なんか、下田とかに、こう、海浜公園とかで社会科見学に行きますっていうのは、県を越えるからアウトです、みたいなのがあって、それはかわいそうだよね。だから、子供を特例にしようっていうのが一応始まったんですよ。日本に合法的に滞在して納税する外国人との平和な共存のためにも、難民申請が却下された違法滞在の外国人は速やかに強制送還すべきかと、入管に閉じ込めて事故を起こすリスクも減ります。川口クルド問題、合法的に滞在している人のためにも、違法な人は強制送還を。で、ただ、子供を特例にすることが本来やるべきことではなくて、言葉が通じる母国に家族ごと返してあげるの方が、僕は子供のためだと思うんですよね。要するに、じゃあ、日本語が使えない国からの人が日本に来ました。で、子供ももちろん日本語喋れないわけですよ。で、その状態で日本の学校に突っ込まれて、授業わかるわけないじゃないですか。で、下手するといじめられるんですよ、足立区とかだと。で、でもその子は別に来たいと思って来たわけでもなくて、でも言葉も通じないから授業もわからないし、で、友達もできないしっていう状態で、で、それで、よし、じゃあ修学旅行行けるようにしてあげる、みたいな。よかったね、修学旅行行けて。いや、違うと。行きたいのは修学旅行ではないだろうと。子供がいて、自分がいじめ、その、あの友達ができて、自分がいじめられない環境を提供してあげた方がいいでしょ？修学旅行に行くが、何かが解決する問題じゃないでしょって思うんですけど、なぜか日本政府はそこに修学旅行行けるようにするっていう、謎のオプションをやったっていうのが、やっぱ日本仕草だなと思いますね。というところもあったりするので、僕は強制送還を早めにするっていうのが、実質的にはその子供のためじゃんじゃないかなと思ったんですけど。不法滞在にあたる外国人で、帰国する年に至る人はきちんと難民認定すべきだと思います。単に日本に金稼ぎに来て、子供を作ったから日本にいたいという人たちも送還されないので、不法滞在の外国人全体への風当たりが強くなってのだと思います。埼玉でもクルト人被害がひどくなっていますが、遅々と市長を変える以外に改善方法はあるでしょうか。まず、川口市長と埼玉県知事が悪いと考えるのが僕は間違ってると思ってます。そのクルト人が、日本に入ってきましたと。ほんで、その難民申請しましたっていうので、僕が知る限り難民申請が通った人って1人しかいないんですよ。で、それ以外の人っていうのは基本的に難民申請自体は却下されて、で、却下された人って強制送還されないんですよね。却下された状態でだらだら日本に居続けられるというルールになってるので、結局じゃあ、クルド人の仲間がいるところに住むよねっていうので、結果として川口市近辺に住んでしまうってことになってるので。なので、その川口市長とか埼玉県知事の問題ではなくて、日本が国として、その難民申請却下された人は、とっとと強制送還するっていうのを僕はやるべきだと思うんですよ。
なんでその強制送還をしないというのは、その埼玉県とか、その川口市長とかは、強制送還っていう手続きは取れないんですよね。それは国がやることなので。なので、本来であれば、国がやるべきことなんですけど、その国がやってないというのは、の怠慢の問題なので、なので、国の問題を、その川口市とか埼玉県知事の問題としてしまうのは、むしろ、そのなんか川口市長とか、埼玉県知事がかわいそうだなっていうのと、そもそものその問題の解決方法が間違ってるので。確か、今は2回までかな？なんか前は3回できてとかで。で、難民申請3回ダメだったとしても、ずっと日本にいられるっていう、謎な状態だったっていう。日本がなくなって住むところがなくなったら、外国で難民として生きるより日本で死ぬ、という価値観の人は多い。国や民族の帰属が変化し入り混じる欧州の人は、難民の保護はお互い様、という価値観。日本人が難民になっても保護はいらん。だから難民を受け入れない。という主張も必要になるのかな。埼玉の黒人対策で経済に貢献している個体に対し、愛知市プ埋め込み型腕章を到着されていますか。あらゆる優遇の腕章を巻いた個体の目にし、取り締まりの際もその人の証言に接し、最大2人の親族に同じ効果を適用する仕組みは実現難易度高いですが、会計便の意味と検査される仕組みが必要と思います。これでも実質的に中国が今なってますよね。結局一人一人、信用ポイントというのが与えられていて、で、信用ポイントが低い人って、長距離列車とか飛行機とか乗れないんですよね。で、確か不動産の賃貸契約とかもできなくなるんですよね。っていう形で、ある程度その、ポイントを貯めて、この人は真っ当な人ですよっていうポイントを貯めないと、一般的な社会生活が営めないという状態になってるので、なので多分裁判とかの証言でも、ジーマ信用のポイント低い人は信用しないみたいに多分中国もなってんじゃないですかね。なので、そういう意味でいくと中国は可能ですけど、日本の場合はそこまではできないんじゃないかなと思います。悲惨な状況の人は、難民申請が通ります。難民申請が許可されたクルド人の方はきちんと滞在許可を持って日本で暮らしています。日本でもビザなし移民の大量放置はいずれ問題になるので、難民申請が却下された外国人は速やかに強制送還することが人道的だと思うオイラです。滞在許可のない親の都合で連れてこられた日本語を話せない外国人の子供は母国で母国語の学校に行き、母国の友達を作る方が幸せかと。強制送還の場合、例えば川口にクルドの人みたいに国籍を後で取り消された難民の人の場合どうしたら、まずクルドの人というので川口の人はほとんどトルコ国籍だと思うんですけど、トルコ国籍を取り消しされた人というのは僕は全然知らないんですけど、まあいるんだったら多分難民申請通りますね。じゃあクルド人の人で難民申請通ってる人もいるんですよ。なので、ちゃんと難民の人であれば、僕は、ちゃんと難民申請が通って、日本で暮らせるようにした方がいいと思うんですけど、お前難民じゃないよねっていう判断をされた人が、日本に居続けるというのは良くないよねと思ってます。はい。なので、ちゃんと難民という人は、日本にいられないということになってるので、なので、合法的にはいられないので、ご自分の母国に帰っていただいた方がいいんじゃないかなと思ってます。ありました。チャンネル登録お願いします。It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay, okay. Choose. Whose fault? No. 家帰ってやめましょう。家帰るの辛いですよね。どこ帰るんですか？